大量リードを得ながら5回を持たずに降板した。6-1と5点リードして迎えた4回、無視から浅村の内野安打、投内の偶然打、ブラッシュが四球を選び満塁のピンチを招くと、石、あと代打ロメロにバックスクリーンに満塁1点差とされた。その裏に3点の追加点を得て、9-5として迎えた5回、無視から茂木の中前打、浅村の敵陣二塁打で1点を失い、さらに投内の内野安打で1、3塁のピンチを招いた。続くブラッシュを三振に切ったところで交代。2番手の陳冠雨が後続を断った。美馬は4回13を10安打6失点だった。楽天戦は7月5日にも先発。5回23を9安打5失点で今季初黒星を喫していた。